台風ボー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 どうもたまおです。今回はですね、ツイッターで話題になった、公衆電話というですねホラーゲームをやっていきたいと思います。なんかすごいねリツイートとねいいねがされてて、いやこれはかなり怖いゲームになるんじゃないかなと思います。それではやっていきたいと思います。ここは公衆電話ボックスの中、俺はなぜこんなとこにいるのだろう。確か飲み会で結構な量の酒を飲んで、その後記憶がないな。まあとにかくさっさと出よう。ああ、酔っ払って公衆電話行くやつおる？あれ？ちょっと！おい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 、開かないぞ。押したらダメ、引いてもダメ、蹴ってもダメ、びくともしない。マジか、そんなことある？閉じ込められているという事実にゾッとした。周囲を見渡すが暗くてよく見えない。ここはどこだろう。怖っ。ここは飲みすぎだろお前。不気味な雰囲気だ。人の気配もない。どこかの山奥だろうか。ポケットのスマホはない。おい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 、ちょっと待ってくれよ、なんでないんだ。他に何か持っているものは。マジか、スマホがない、夢の中なのかな。10円玉が3枚だけだ。おっと、これは助けを呼べるじゃん。ていうかさ、公衆電話ならさ、あの警察とか消防車呼べる、あの赤いボタンあるよね。あれ使えばいいのね。誰か助けてくれそうな人は、そうだよね。あの消防車とか呼んでね、助けてもらえばいいよね。あれ？おお、びっくりした。え？あ、そうだよ。じゃあまず、そう、消防車を呼ぼう。119。もうこれはね、もう絶対来てくれるでしょ。おお、震えてる。はい、119番消防です。火事ですか、救急ですか。あ、救急になりますかね。実は公衆電話ボックスが開かず、中に閉じ込められてしまったので助けてほしいんです。俺は説明をしばらく続けた。するとため息まじりに消防員が言った。これいたずらですか。最近多いんですよね、こういう通報。もし誤報だった場合、あなた罪になりますよ。いや、本当なんですって。ふざけてないです。ホトトギス。時間がオーバーしたらしい。微妙なタイミングで電話が切れてしまった。余計いたずらだと誤解されそうだ。マジで？本当にこういうことあんのかな。うわー、また最初から。これでクリアかな。え？あ、よかったよかった。よしよしよし、これでクリアして、じゃあ次はまあ警察かな。はい、こちら町川警察署です。どうしました？男性警官のようだ。すみません、公衆電話ボックスが開かず中に閉じ込められてしまったので助けてほしいんです。今度はね、やんわりとね。わかりました。まずはちょっと落ち着きましょう。まず、あなたの名前と年齢をいいですか？うわ、出た出た、これ。いや、これ時間なくなっちゃうよ。佐藤直樹です。年は30になります。おいおい、30になって何電話ボックスに閉じ込められてんだよ、お前。直樹。わかりました、佐藤さん。今、あなたはどこの公衆電話にいるかわかりますか？わかりません。周りが暗くてよくわからないのです。ただ、駅前とか街中ではなさそうで、ボックス内に何かヒントになりそうなものはありませんか？住所の書かれたシールとかないでしょうか？確かに、あるよね、そういうの。少々お待ちを。切れちゃう、切れちゃう！おい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 ！あ、もしもし、ダメです。特に場所がわかりそうなものはない、何もなさそうです。もしもし？いつの間にか時間がオーバーしていたようだ。
電話が切れてしまっている。もう一度かけてみるしかないか。もう一度警察にかけんの？じゃあかけるか。はい、こちら町川警察署です。佐藤さんですね。何か手がかりはありましたか？いえ、ダメです。特にありませんでした。今こうやって通話している公衆電話ですが、本体は何色でしょうか？機種によっては無料でかけられます。緑色ですね。ただ赤い緊急ボタンが壊れているようで動作してないです。そんなことある？おいおい、ヤンキーに壊されてるやん。総長うららみたいなやつがおるんだな、こんな。それは強めに押してみたりしてもダメです。ダメですね。後でまた試してみます。いつの間にか時間がオーバーしていたようだ。電話が切れてしまっている。どうなるのこれ。やだやだ、なんか出てきちゃう。10円玉がなくなってしまった。その後何時間何日が経っただろうか。特に状況は変わらない。警察を待ってみても一向に来なかった。このままくたばるなら、最後に家族の声が聞きたかったな。実家の56022番にかけてみてもよかったかもしれない。ちょっとメモするやん、そんな。560222。なんだか息苦しいな。誰にも話しかけられないこの状況がたまらなく不安だ。気分が悪い。意識も遠くなってきたような。あら、アーメンになっちゃった。これマジか。よし、オッケーオッケーオッケー。じゃあ560222にかけよう。実家に。お母さん、お母さん助けて。ママ、ママ、あい、ママだよ。あー、母さん、俺だよ。直樹だよ。元気にしてる？なんで元気にしてるを最初に持ってくるんや、お前。助けてほしいんだろ、お前。直樹、おー、なんか、今何やってるの？母は5年ほど前から高齢による認知症を患っていた。怖い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 、母怖いよ。いやー、認知症か。これは助け呼べるかな。父が亡くなった時、そのショックで認知症が進行したと医者には言われている。うちのばあちゃんと同じやん。本来なら介護も必要だ。だが俺は自分の人生を優先した。介護よりも仕事を優先し、一人暮らしを始めていた。逃げるように家を出たので、今になって電話をかけるのはとても心苦しい。今はまだゲームを作る仕事を続けているよ。ただ今はそれどころじゃなくて、姉さんは家にいる？なんかいるよ。さっき一緒に母を食べたな。なんか喉があれ、おめさせろか。結構おいしくてね、涙が出てきた。わしはもう長くない。わしはもう長くない。じゃあ、のなおけ、今度あんたも食べに帰ってきなさいな。ちょっと、本当に大変なんだ。姉さんと早く電話変わって。ちょっと待ってて。母が悲しげに姉を呼びに行っている光景が目に浮かぶ。しばらく待ってる間に時間がオーバーしてしまったようだ。あー、マジか。電話切れてしまってる。おい、母さん、もう一度かけてみるしかないか。なるほどね。じゃあもう一度かけてみよう、実家に。テル。はい、佐藤です。直樹だよね。あ、そうだよ。久しぶり。姉が出てきてくれた。あ、姉だったのね。スムーズに会話ができそうで、少しほっとした。信じられないかもしれないけど、今、公衆電話に閉じ込められているんだ。何それ、超うさんくさいね。全く姉に信用されていない。普通に考えて、無理もない。事情は分かったわ。一応警察にも連絡しようと思うけど、
あんたの場所はよくわからないし、どうにもできない気がする。うぜえ、腹立つなこの姉。いや、弟がこんなになってるのに、ちょっと友人とかにも聞いてみたい。確か電話台の横あたりだっけ、小学校から高校くらいまでの連絡網リストが残ってなかった？ああ、あるある。うちの家は物持ちがいい。どういう状況、そこなんかいきなり何なんかいきなりなんか面白いな。姉さん結婚できずに実家暮らしか。悲しい悲しい。姉さんだから結婚できねえんだよ、そんな態度だから。さてこういう時は誰に電話をかけるのがいいだろう。時間もないので焦る。すぐにパッと思いついたのは、小学校の連絡網に田中洋平ってやつがいると思うんだけど。田中洋平だよね。398600だね。 OK。 398600OKOK。 面白いなこれ。ちょうど時間がオーバーしていたようだ。電話が切れた。じゃあ田中洋平にかけるか。面白いね、こうだんだん謎が解けてく感じ。398600。もしもし田中、俺佐藤だけど。佐藤直樹。出ない。正確に言うと電話は通じているが向こうの反応がない。電話の向こうに田中いる気がする。今ちょっと閉じ込められていて困っているんだ。頼む、ちょっと助けてくれないか。電話は無情にも切られてしまった。はあ、田中、おい、マジかよ。俺たちの青春はどこに行ってしまったんだよ。マジか。マジで。10円玉はなくなってしまった。まだ10円が残っていたならば、田中の番号にかけられたのに。398600だ。また田中にかけるのかな。もしくは姉に3回電話してもっと番号を聞き出せばよかったな。いやでもどの道お金がなければ意味ないよ。なんだか息苦しいな。誰にも話しかけられないこの状況がたまらなく不安だ。気分が悪い。しくも遠くなってきたような。アーメン。さてこれは2択を迫られてますね。田中にかけるか姉に3回かけるか。でもなんか田中気になるよな。もう一回田中にかけてみよう。俺はね、俺は田中を信じる。俺は多分多くの方は姉に電話をかけて電話番号を収集するだろうが、私は田中にかける。俺は友情を優先するんだ。もしもし田中、俺佐藤だけど。佐藤直樹。おい嘘だろ、おい嘘だろ。正確に言うと電話を通じているが向こうの反応がない。電話の向こうに田中がいる気がする。今ちょっと閉じ込められていて困るんだ。頼む、ちょっと助けてくれないか。電話無情にも切られてしまった。はぁ、田中もう絶好。おいマジかよ、田中のために10円作っとんだけど。ちょっと待って、田中に3回かけてみるわ。さあ3回目来ました。俺たちの友情は永遠だよな。もしもし佐藤だけど、これが最後の10円玉だ。もう電話かけられない。頼む、答えてくれ。公衆電話ボックスから助けてほしい。やっぱり反応がない。おい田中、こっちはマジなんだ、なんか言えよ。耳でも聞こえなくなってんのか。一体何が不満なんだ。電話は切られてしまった。マジかよ、結局田中意味ねえやんけ。うわ、田中に対して無駄に30円を消費してしまった。しかし今この状況になって思う、友達とは何なんだろうかと。悟ったぞおい。じゃあ姉に3回電話かけてみようか。さあ3回目です。これで姉がなんか手がかりをくれるはず。
はい、佐藤です。直樹だよね、姉だ。他にも番号を聞いておきたい友人が思いついたんだけど、海老原達也と福田祐介ってやつ。ちょっと待って、海老原ってのが804532と、で福田は775583。とりあえず警察には連絡しておくけど、あんたも自分で脱出できないかあがきなさいよ。しばらく説教が続いた後、電話は切れた。マジで姉ムカつくわ。はい、じゃあまずは海老原にかけてみるか。海老原達也804532と電話。もしもし、もしもし、海老原、俺佐藤だけど、高校で一緒だった佐藤直樹。ずいぶん久しぶりじゃね？卒業してから会ってないよな。で、もう何年も疎遠だったのに、何用だ。信じられないかもしれないけど、今公衆電話ボックスに閉じ込められているんだ。いきなり意味不明かもしれないが、助けてほしい。ふーん、助けるのはいいとしてさ、いくらくれるの？うーわ、まだそういうとこ治ってないんや。ヤンキーだわ、完全に中身が。いや、報酬だよ、金、ギャラ。もしかしてタダで人を使おうっての？やば、マジか。いや、大人になってもこういうやつおるんやな。もう金本みたいなやつか、これは。考えといてよ。じゃあな。ちょっと待ってじゃあ次は、名前なんだっけ、次。原田泰造だっけ。かけますか、もう一人の方に。福田です。誰？直樹だよ、佐藤直樹。おお、直樹、お前からかけてくるなんて珍しいな、どうした？福田祐介は俺と一緒の中学だった。同じ中学ということで接する機会が増え、そのうち親友と呼べるほど仲良くなった。へえ、親友なのに関わってなかったの？お前もお前だな。後々お互いに夢がゲームクリエイターということが分かり、以降はずっと交流が続いていた。ただ福田は遊ぶことも創作のヒントになると女遊びが多かった。なるほどね。福田が好意を寄せていたユキちゃんへの告白を促したら、それが失敗して険悪になった。マジか。なんで？福田のせいやん。なんで？それぐらいで仲が悪くなるって親友じゃなくね？後から聞けば、無理して高いレストランを予約し、ドレスコードで店に入れずグダグダになったらしい。やば。福ちゃんさ、信じられないかもしれないけど、今公衆電話ボックスに閉じ込められているんだ。福ちゃんって言ってたのね。頼りにできるのは福ちゃんしかいないんだ。助けてほしい。いや、さすがに冗談でしょ。新しいゲームのネタか？いやいや、本当なんだって。しばらく説明が続いた。本当だったとしてもな、場所もわからないんだろ。それは俺にはどうしようもないよ。警察とかにかけた方がいいよ。俺との通話でお金を使うのがもったいないなって。切るよ。電話は切られてしまった。彼が言ってることも正論ではあるが、なんだかすぐにでも電話は切れたいような感じがした。いや、まあふざけてると思われてるからな。これどうしたもんかな。この場合はもう一回あいつにかけてみるか。海老原804532。さあ、ちょっと海老原にまたかけてみよう。ちょっと金はね、用意はできると。もしもし、海老原、さっきの話の続きなんだけど、どう？報酬の件考えてくれた？ああ、そうだな。確かに海老原の手間はかかるだろうし、払うよ。このまま出られないと危ないし、助けてくれれば対価を払う。よし、じゃあその報酬内容だけどさ、100万でどうだ？100万？いや、ヤクザやんけ。こいつ絶対敵じゃねえ。結構な金額の指定に、また喉が詰まる。お前就職して仕事してんだろ？だったら全然払えない額じゃないだろ。いや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 、無理無理無理。それはさすがに、だったらしょうがない。99万に負けてやるぞ。海老原は真面目に言ってるようなのがタッチが悪い。だが命には代えられない。このまま出られないくらいなら。
貯金を崩せばギリギリ払えるかもしれない。払うよ。よし、じゃあ前金として10万を先にくれ。はぁ、こいつは何を言っているんだ。なあ、俺は今公衆電話から出られないと言ってるだろう。スマホもないし、ここからお前に金を振り込むこともできないんだ。ああ、じゃあ無理だね、バイバイ。え、ちょっと待って。電話は切られてしまった。このクソが。意味がないの分かっているが思わず叫んだ。いや、マジで？親友か、海老原に3回かな。まあ、でも、ここは親友の方がいいな。よし、2回目ですね、これが。はい、福田です。福ちゃん、頼むよ。直樹か。いや、ちょっと。実は今さ、合コン中なのよ。マジか。この後お持ち帰りできるかどうかの瀬戸際でな。すまんが、また後でかけて。電話は切られてしまった。彼と疎遠になった理由を思い出した。こういう自分勝手なところが、やっぱムカつく。で、3回目ね、合コン終わった後ってことで多分かかるのかな。いや、頼むよ、福ちゃん。福ちゃん？はぁ、福ちゃん頼むよ。直樹か、結局何もできずに終わっちまったよ。これから男たちで反省会さ。クソどうでもいいわ。殴り倒すぞこの野郎。いやいや、冗談交じりに本音がこぼれた。福ちゃん、前に公衆電話を題材にした脱出ゲームを作ってたろ。その時に自分でもいろいろ考えてたり調べたりしたでしょ。何かいい脱出アイデアない？まずボックスのガラスを割って脱出するとかだな。試したけどダメだった。警察に電話するとか。もうこれでお金が尽きてしまったのよ。バカ野郎。直樹、今スマホを持ってないって言ったよな。なくしたんだったら自分のスマホにかけてみるのもいいかもな。おお、手がかりゲットした。お、なるほど。それは考えつかなかった。誰かが近くで拾ってるかもしれないし、それはいいかもしれない。あと都市伝説だけど、過去に電話をかけるだな。え、いや、前にネット掲示板の書き込みでも見たんだけどな。公衆電話で電話をかけるとき、電話の前にシャープを2つくっつけるらしいんだよ。そうすると10年前に電話がかかるらしい。相談をしているうちに福ちゃんとの電話は切れてしまった。自分のスマホにかけてみるっていうのは盲点だった。000121番にかけてみればよかったな。なるほどね。あとあれだよね、過去に電話、これ興味深いね。シャープ2つをね、電話番号の前につけると過去に電話かかる。あとは福ちゃんの言っていた都市伝説、嘘くさいけど、もし本当なら何か助けが得られるかもしれない。確か電話番号の前にシャープを2つくっつけると言っていた。もし10年前の警察にかけるとしたら、シャープシャープ110ってことになる。じゃあとりあえず、ま、今携帯にかけてみるか。自分の000121。あ、もしもし、今かけてるそのスマホの持ち主なんですが、拾ってくださった方でしょうか。はい、そうです。女性のようだ。どこかで聞く覚えのある声のような気もする。女性は続けていった。拾った、奪ったが正しいでしょうか。公衆電話ボックスの居心地はどうでしょう。え、やばい、急展開。あなたは誰です？なんでボックスにいることを。そこに閉じ込められてる。緊急ボタンを壊したり、いろいろと細工したのは私ですからね。筒持たせやーい。目的は何なんだ。俺を閉じ込めて何になる。まあ、ご想像にお任せします。いざ窮地に陥るといろいろ考え込むでしょ。私はそういう場を提供しているのです。さあ、自分の胸に手を当てて考えてみてください。ふざけるな。あなた、通報しますよ。通報すればいい。私はもうあなたのスマホを捨てるし、電話には出ないから。ちょ待ってくれ。どうしたらここから出してくれるんだ。私はあなたにきっかけを与えているだけ。出られるかどうかあなた次第。一つだけ伝えておきます。諦めなければ必ずどの道かには進む。
そして少しずつ真実に近づくでしょう。ある番号にかけることができれば、あなたは脱出できるでしょう。電話を切られてしまった。ふざけた真似をしやがって。何かの罰ゲームだと思ってんの？いやーマジか。出られるか出られないかはあなた次第。関タクスゼイヤンです。おいおい関昭雄が、おいマジかよ。関昭雄に電話ボックス閉じ込められたよ。マジか、どうしよう。じゃあちょっと過去の警察官に3回かけます。さあ2回目かけます。多分なんか手がかりを残す的な感じかな。10年後のために。こちら町川警察署です。はい、先ほど電話した佐藤です。あ、どうも。何かいい方法ありましたかね。おまわりさん、また10年後に電話をかけます。おかしな話ですが、10年後の私もまた公衆電話ボックスに閉じ込められているというでしょう。そんな時が必ず来ます。その時だけでいいんです。助けに当てられる人員を増やして救助に備えてもらえませんか。10年後のこの時間ですね。困っている人を助けたくてこの職に就いたのです。必ず助けます。絶対に電話します。よろしくお願いします。よし、これで現在の警察に電話したらどうなるか。俺は電話を切る。なるほど。いやいや、いとも簡単に未来じゃねえ、過去に電話かけるな。はい、こちら町川警察署です。どうしました？男性警官のようだ。すいません、公衆電話ボックスが開かず中に閉じ込められてしまったので助けてほしいんです。もしかして佐藤直樹さんでは？おお、すげえ、シュタインズゲートや。あ、はい、そうです。おお、まさか本当に10年前あなたと会話したものですよ。あの時は新人でしたが、今ではすっかりベテランですよ。実はあなたと通話があった後、同僚からはいたずらに違いないと散々言われましてね。まともに相手されないし、私も少し半信半疑でした。あの頃私は仕事が全然うまくいっておらず、自信をなくしていました。退職も考えていたほどです。でもそんな私に助けを求める人がいたのが嬉しくて。だからどんなにバカにされようと、私に助けを求めてきた人を救助するまでは、私は退職しないと誓ったのです。その誓いが私自身にいい効果があったのでしょう。それから自信を取り戻して仕事をこなしてきました。さて、10年前の約束を果たす時が来ました。私を信用してくれた部下もたくさんいます。必ず探し出します。待っていてください。電話切れてしまった。楽しい言葉だ。思いが通じたのも嬉しい。マジで？どうなるどうなる。お？腹も減ってきたし喉も渇く。この状況が長続きで危険だ。体力を温存しなければ。なんか新しいのが来た。いつの間にか寝てしまっていたようだ。ふと目を覚ますと、ずっと開かなかったボックスが急に開いた。目の前には警察の方々がいた。佐藤直樹さんですよね。10年前から通話していたものです。あなたが本当に閉じ込められていたことも驚きですが、助けられて本当に良かったです。俺を助けてくれた警官は驚きながらも満面の笑みを浮かべていた。俺にとってはほんの一瞬だったが、警察にとっては10年の歳月が流れていただろう。10年前の約束をずっと覚えてくれていたなんて、感謝してもしきれない。その後、少し不思議な体験を通じて出会った俺と警官は酒を組み交わす仲になった。不思議な出会いもあるものだ。町川警察園の館、真実断片1、メモしとくと真実に近づけるかも。待って、マジで？そういう感じ。 1？ うわうわ、これあと5個あるわ。これ電話番号、真実の断片、あと5個。うわ、結構長いな、これ。マジか。